はい、ではこちらの文献について名岡金属科学大学自然言語処理研究室の井岡が紹介します。まずこの文献の概要について説明します。この文献では文全体の分散表現というものを扱うものなんですけども、その文全体の分散表現を扱うためにその言語処理ではない別の分野でから発展していったこのバリエーショナルオートエンコーダーというものをこの文の自然言語文に適用するといったような研究です。この文全体の分散表現というのを使うことによってその文のスタイルだったり、話題だったり、あとその文の構文的特徴っていうものをその分散表現によってモデル化ができるっていうようなことがあります。で、そのある2つの文があったときに、その文の間のそのある文とある文、それぞれ各文の分散表現が作れるんですけど、その分散表現の存在するその潜在空間っていうもので、その2つの分散表現の間の点といいますか、そのある分散表現ある分散表現の間に位置するような文っていうものを生成することができるようになります。この文献ではその先ほどの文の分散表現を作るための提案モデルを提案されているんですけども、その提案モデルを学習させる際に生じる問題について解決する手法というのを提案していて、またこのモデルを使うことによって欠落した語を復元させる効果があることを実験で実証しています。またその文の分散その潜在空間で実際に定性的評価を行って、その興味深い特性があることを実証しています。でまたこの提案モデルをその言語モデルとして使用することについては、その言語モデルとの実験で比較して否定的な結果が出ているというものも示しています。とまず次にイントラクションです。一般的にその使われている RNN の言語モデルっていうものは、その入力状態を入力して、その状態に基づいて文を単語ごとに生成します。でその際に出力されるものについては、その文全体の特徴っていうものを出力しているものではなくてものではないので、その文の分散表現としては使えない状態になります。で、その今回提案されているモデルというのが、この文にバイアスのオートエンコーダーを適用するものなんですけども、そのモデルをその単純に学習するのではなくて、ちょっと工夫が必要だったということで、その実用的な訓練手法っていうものを利用しています。で、次が関連研究です。文のエンコーディングに使われる手法っていうものがいくつかこれまでにも提案されている。で、この一番上のセンテンスオートエンコーダーっていうのは、もう素直にエンコーダーデコーダーを入力と同じ出力をするようなエンコーダーデコーダーモデルを学習して、そのエンコーダーの出力っていうものをセンテンスのあの表現分散表現として扱うっていうものなんですけども、この手法ですと、そのある2つの文のベクトルが文の分散表現があった時に、その中間に位置するような文っていうものを出力することができないっていう問題があります。具体例がこの右下にありまして、このある2つの文をこう用意しまして、一番上のこの上の文っていうのと、この一番下の文っていうのを用意して、その潜在空間上で、その空間上でその間に位置する文っていうのをこうやって生成していくと、こういう間を保管するようなこの文が出ていくんですけど、この文を見てみると、その全然グラマティカルじゃない文が、文として成立しないようなこう文が出てきていて、理想的な出力になっていないっていうような結果がここから分かります。そのようなものにしてそのなっているので、今回の提案するそのバリエーションのオートエンコーダーを用いて、よりっていうか、その
その理想的な文の分散表現を獲得するっていうのが今回の研究です。でその他にもこの過去の関連研究だとそのスキップソートベクターモデルであったりとか、パラグラフベクターっていうものがあります。で次にこのバリエーショナルオートエンコーダーについて説明します。もともとこのモデルはその、画像処理とか別の分野から生まれたものなんですけども、この潜在変数ですね、さっきでこの、文のタスクで今回の、言語処理タスクでいうと、文の分散表現のようなものっていうのを、確率分布で、落とし込んだモデルになっていて、その潜在変数っていうのをそのある単一の点、ベクトルとしてはなくて、その潜在空間上を占める領域になるような学習を行います。で、実際の学習においてはその、領域っていうのは、ガウス分布に、で表せるようなものによって表現されます。で、実際の学習ではその、分布が近くのような学習を行う必要があって、その際にケールダイバージェンスの値を小さくするというのと、あとは、その出力の、損失を小さくするような方法によって学習を進めていきます。でそのレシノレオントエコーダーを、文に適用するっていうのが、今回の提案の一つなんですけれども、そのモデルがこの右に表せるような形になっていて、一般的な一般的じゃないです、文のセンテンスオートエンコーダーの、エンコーダーとデコーダーの間にこの分布の平均と分散の出力して、その潜在変数 Z を出すようなこの機構が増えたっていうのがその違いですね。っていうのをこれをこの分の分散表現をやるためのバリエーションオートエコーダーとして提案しています。で、このモデルを学習するにあたって、普通に学習しようとすると、最初にそのこの学習したモデルの理想的な形っていうのが考えてみると、そのでエンコーダーだけこう、デコーダーだけこうガッと学習するとか、その分布出すとこだけガッと学習するんじゃなくて、そのそれぞれが、バランスよくこう学習されるっていうのが理想的なんですけども、実際に学習を進めてみると、このケールダイバージェンスコーダイバージェンスコーダーの分布のとこですねっていうのがゼロになってしまう。で、学習がうまくいかないっていう問題があります。それなので、その損失計算する際のケールダイバージェンスコーにをの重みっていうものをこう変動させる手法を用いて、それをこのケールコストアニーリングっていう、手法、こういう名前なんですけども、それを用います。この右下の、図を見ていただくと分かるんですけども、最初はこの青い線っていうのがこの重みの線で、赤が、その重みによって計算された実際の経流項の値ですね。で最初はこの0、経流項0、重み0にして、考慮しないようにして、途中からこう重みを増すような学習っていうのを行います。で次がこの学習において、そのデコーダーっていうのが実質的なその言語モデルなんですけども、そのデコーダーっていうのが強く学習され、その学習がより進んで、その何て言うんですかね、デコーダーの言語モデルとしての効果が強くなりすぎるっていうので、その効果を弱めるために、このここに書いてあるワードドロップアウト&ヒストリーレスレコーディングっていうのを行います。これはこの下にあるように、この入力系列の単語をところどころ欠損させて、落として、その状態で学習を進めるというですね、そういうなんか足かせみたいなものを加えることによって、そのデコーダーだけが学習されるみたいなことのないようなバランスを取ることを行っています。で、実際にこのモデルを
で実験した結果がこちらで、まず1つ目がその言語モデルとしての利用を想定してこの学習を行った結果っていうのがこちらで、その言語モデルを学習させる際にその、よく用いられるこの RNN の言語モデルと今回提案されているプレシネルオートエンコーダーを使った場合の結果で、この PPL っていうのが、パープレキシティで、この NLL っていうのがネガティブログ、誘導、そうですね、なっていて、この、スタンダードの方を見るとこの RNN の方が、数値がですね、これ分かりにくいですね、この101括弧2ってあるのが、この2っていうのが KU ダイバージエスコーなので、これ実際は、101-2 で99なんで、この RNN の方が、高い、いい結果になっているってなっていて、その言語モデルとして使う分にはその RNN によるものの方がいいっていう結果になっています。ただこのインプットレスデコーダーっていうのが、この入力を全部落としてデコーダーを学習させるものなんですけども、そっちの場合においてはこの今回提案している手法のバリエーショナルオートエンコーダーの方が良い結果になっています。で次にこの入力、学習させるときの入力の欠落っていうものがどういう効果を与えているかっていうものを測る研究、すいません、そうじゃないですね、これはあれですね、入力にこの言語モデルの評価でそのある箇所よりも後ろをこう欠落させて、その後に続く言葉を予測させるっていうものなんですけども、この実定性評価でこのバリエーショナルオートエンコーダーの方がより良い出力っていうものが得られているっていうのがこれらの分析から分かります。で次がこの学習させる時のワードドロップアウト、どれだけその欠落させることにどれだけの効果があるかっていうものを定性的に評価したものがこちらで、この 100% ワードキープっていうのがもうその入力を完全に保持した状態で学習して、この 75% はそうですね、 75% だけ保持なんで 25% の単語をこう反応にしてっていうことですね。で、50%、0%、0%はもう完全に入れないっていうことですね。ってなった時にの結果、定性的評価がこちらで、この 100% ワードキープ、完全に入力をこうそのまま入れる状態だと、この出力を見ると分かるように、そういう典型的な文っていうかバリエーションのない文が出てくるってなっていて、この 0% の方だともう文法的でない、文として成立していないようなものっていうのが出力されます。でこの間にあるこの 75% とかを見てみると、その文法的な出力がちゃんと出てきている上に、そのバリエーションもちゃんと出ているので、より良い学習っていうのがこのワードドロップアウトによって得られているっていうことが分かります。で次がこのあるそのエンコーダー入力、テキストを入力して、その出力の分布、ガウス分布の平均に位置する潜在変数と、その出力の分布からサンプルされる3つの潜在変数を実際にデコーダーでデコードした際の文っていうのが下の例になっていて、この一番上のインプットっていうのがエンコーダーに入力された文で、このミーンっていうのがこの分布の平均に位置するところのあれですね、文の分散表現によって出力されたをデコーダーにて出力された文で、このサンプル123っていうのがそうですね、分布からサンプルしたもので、この結果を見てみると、そのトピックがちゃんとこう、この3つの文に対してこのトピックがちゃんと捉えられていて、あと文の長さもこう同じような文の長さのものが出てくるっていう風になっています。でまたこの文が長くなると、このいろんな文が、その出力が多様になるっていうようなこともこの結果から分かります。で次がこの
まあ、最初の例に示したようなもので、この2つの分があった時にその間にある分、あ、その静在空間上で間にある分っていうのを、まあ、出力するっていうものですね。でこの左、一番、あ、この左にあるのがこの、まあ、最初の方にも示したもので、その一般的な、あ、あのセンテンスオートエンコーダーを用いて、そのこの一番上の分と一番下の分の間にある分をこう出力しようとするものなんですけども、まあ、その出力があまりうまくいかないっていうものになってます。でそれに対してこの右側っていうのが、そのこの実験、あの今回のこのバリエーションのオートエンコーダーので、まあ出力したその潜在変数の、まあその分と分の間の分をこう出してくる結果なんですけども、こっちだと、まあ、この全部その、文法グラマティカルな文が出てきていて、まあ、うまく出力できているっていうのが分かります。と最後のまとめです。とこの研究ではこの自然言語文にバリエーションのオートエンコーダーを使用する手法の提案と、あ、手法の提案を行って、そのモデルを実際に使うことによって欠落語の復元っていうのがうまくできることを示しました。でまたその潜在変数間の表現のサンプリングから、その一貫性のある多様な文を生成できることを示しました。以上で発表を終わります。